こんにちは、粟田洋介です。今回は2024年の初動画ということで、皆様明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。で、今回は絵を描くインスピレーションっていうのはもうそこら辺にあるっていう話をしたいと思います。今年は年が明けて12時ちょっと過ぎにこんな絵を描きました。2024年の最初の絵です。で、今回の動画はこのキャンバスに今年初めての絵の具の絵を描こうと思います。今日の朝猫に起こされて何年かぶりかで初日の出を見に行くことができました。なのでちょっと初日の出をイメージした絵を描こうかなと思ってるんですが、そういう初日の出とかなんか特別なことがなくても、ほんと些細なことから絵のインスピレーションが生まれるっていう話をちょっとしたいと思います。これから紹介するのは私が独自でやってる方法なんですけど、もしかすると同じようなことを多くの人がやっているかもしれません。最近は私はその方法をあまりやらないんですけど、例えばどこに行かなくてもお家の壁とか天井とか床ですね。そういったものをなんとなく眺めてると、まあ模様がなくてもなんか汚れとかシミとかそういったものが何かの形に見えてくることがあります。多分皆様のお家には汚れとかシミはないかもしれませんが、まあ影とかその素材の凹凸とかそういったものがじっと見てるとなんかの模様に見えてくることがあります。子供の時によく寝る前に天井を見ていて、その天井っていうのに模様がついてたのかシミがついてたのかちょっと覚えてないんですけど、なんか毎回見るたびにその影とか凹凸とか模様とかが毎回違うものに見えて、時には人だったり、時には動物だったり、時にはなんだか覚えてませんが、いろいろなものに見えてたのを覚えています。その時はそれを絵にすることはしなかったんですが、結構大人になってから、なんか無地の壁なんだけど、なんかその影とか、その素材とかのこのデコボコとか、ちょっとなんか形とかに見えて、で、そこからなんかアイデアを得て、絵を描き始めるっていうことをよくしていた時期があります。最近そうやって壁とか天井とか床を眺めて形を想像したりってことをしなくなったんですけど、そういうことをすることによってすごい想像力が働くし、すごい楽しいことなんじゃないかと思います。で、今日私はちょっと木目を見ていて、なんか形っていうか模様っていうか、その木目の模様、それをちょっとインスピレーションにして絵を描き始めてみようと思います。インスピレーションになった木目の模様とかあんまり覚えてないんですが、まあ面白いスタートになったんじゃないかと思います。で、今日は天気がいいので、外で乾かそうと思います。さっきはこのパレットナイフでこうやって描いていったんですけど、塗っているうちに隣同士の色が混ざり合ったりとか、あと描きながらこうしようって思いついたりとか、できてきたイメージっていうのは、最初にはイメージできなかったことで、実際に形になったことによって、なんか新しいものができてきます。そしてできたその新しいもの、それを見ることによって、また別の想像をします。多くの場合、これが私の絵の描き方です。で、多分絵の具はまだ乾いてないと思うんですけど、続きを描いていこうと思います。まあ壁とか天井とか床を眺めたりとか、あとは空を眺めて雲の形が変わって見えてきたりとか、まあ川の流れでも海の波でも砂でも岩でも木でも何でもいいんですけど、そういって見えてくる形っていうのは自分だけが見えているものだと思います。というのは他の人が見たら違うものに見えるかもしれないし、まあ自分と同じに見える人もいるかもしれませんが、まあ自分の想像力で見たものっていうことですね。そういう風にして作品のインスピレーションを得るっていうのも一つの方法です。それからまあ自分だけが見えているものじゃなくても何かの形、例えばこういう形とか、こういう形とか、あとはもっと単純なこういう縦のこういう線、そういう風に描いていって、それから何かイメージをしたりとか、いろいろできると思います。結構私はよくコーヒーカップの絵を描くんですが、まあ身近なものですし、その形ってそのままコーヒーカップだったり、わけのわからないとこからコーヒーカップが出てきたり、私はよくコーヒーカップをモチーフで使ったりします。あと最近あんまり描かないんですけど、スプーンとフォークとか、絵の題材にするものっていうのは、身近なものをそうやって描き始めて、そこからイメージを膨らませていくと、いろいろなアイデアが出てくる場合もあります。ちょっとここまで書き進めたんですが、ここからどうしようかなってちょっと悩むところなんですよね。なので、ちょっとストップして、時間を置いて書き始めようと思います。時間を置いたら、また違うアイデアが出てくるかもしれません。こんな感じだから、アーティストは怠け者だって思われるんじゃないかなと思います。作業はもうずっと動き続けて、何時間も何時間も一日中動き続けてる。そうじゃないと怠け者だと思われるみたいなんですよね。あるものをどんどん処理していく。そういう作業と違って、作品作りっていうのは、ないものを想像して形にしていくという作業です。まあ作品作りの作業には、もうすでに思いついたことを形にするために連続の作業、まあ単純作業っていう風になることもあります。でも想像していくっていう作業は手を動かさなくても頭だけが働いている場合があります。その手を動かさないっていうことが怠け者と思われてしまうんですが、まあ実際に、まあ私は横でそのやりとりを見てただけなんですけど、あるイラストレーターの方が何日も働かないで、で最後の最後にバーって絵を描くだけなんだ、みたいなことを話してる人がいて、その方にもうその何もしていない間っていうのはずっと頭を働かしてて、そこで頭の中でイメージを作っている、絵を描いてる。だからもう何にもしてない間っていうのも頭の中でたくさん仕事をしてるんだ、そんな感じの説明をしていて、でもその説明も虚しく、もう全然理解してもらえずに、この人は怠け者なんだ、そんな感じのやり取りを横で聞いてたことがあります。まあいろんな人がいて、なかなかお互い分かり合うっていうのは難しいことですよね。まあこの絵を描くことについては、まあ今一気に終わらせることもできるかもしれませんが、今日は元旦なので私もやることがいっぱいあります。なので用事を済ませてからまた描き始めようと思います。こんな感じの絵が完成しました。タイトルは、日の出に手品をする人です。なんかこの辺のところになんかこういう風になんかモチーフ入れようと思ったんですけど、このなんか感じがいいなと思ったので、ここはそのまま残しました。ちょっとこの絵は午前中に描き始めたんですけど、確かに午前中にバーって仕上げちゃうこともできたと思います。でもちょっと時間を置いて、で、今夜仕上げたんですけど、ちょっとこの距離を置いて描くと、さっきとは違うアイデアが出て、なんかこの辺に赤を入れるとか、あとはこの辺の描き方、ちょっとなんかアイデアがプラスされた、なんかちょっとゆとりを持って、ちょっとなんか頭を切り替えて描いた、なんて言ったらいいのかわかんないんですけど、まあ時間を置いて、その時間を置いてる間っていうのはこの絵のこととか全然考えてなかったんですけど、まあそういう風に開けるっていうのも作品を仕上げるっていう意味では大事なプロセスの一つでもあるのかなって気がします。なので一気にバーって仕上げるのもいいし、ちょっと時間を置いて、それからまあその日に描いてもいいし、翌日とか、何日か空けてもいいし、まあその時の状況に応じてどっちもいい方法だと思います。まあ絵を描く題材についてなんですけど、通りすがりの人とか動物とか植物とか物でもいいし、景色でもいいし、聞こえてきた音楽とか音とかそういうところから想像を膨らましたりとか、そんな想像は膨らまなかったとしても、何か見たり聞いたり感じたり、そういったものからインスピレーションを得るっていうことはあると思うし、もうインスピレーションっていうのはありとあらゆるところに存在すると思います。そして自分が描いている絵の中からも、さらに想像っていうのは膨らんでいって、そういったイメージを膨らませるとか、想像するとか、何かを感じるとか、そうして作品を作れば作るほど、それが個性として自分の中で成長していくんじゃないかと思います。ということで、今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントしていただけると嬉しいです。今回は今年最初の動画となりましたが、皆様今年もどうぞよろしくお願いいたします。2024年が皆様にとって素晴らしい年になるように願っています。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。